はいどうも皆さんこんにちは、えー、ポジェアと申しますえー、今回は、えー、視聴者放浪期ということで、えー、視聴者さんからいただいたリプレイファイルについて私が、えー、コメントをしたいという 感じの、えー、動画となっておおりまますす、えー、よろししくお願いいたします、えー、この動画なんですけれども、僕が一回まあ見まして、えーと、感じたことはですね、えっ、ー、と、序盤中盤は、あの、貧乏くじ引かされてるところに行ってるのに、まあ結構うまくやってるなっていう感じで思って、あすごいなと思って、よく大しのんだなと思いました。で、後半はちょっと負けて焦ったかなっていう感じなので、えっ、ー、と、後半にかけての反省点は、まあちょこちょこあるかなという感じなんですけれども、えー、前半に関しては、まあよく、 よく頑張ったなって感じです。はい、そんな感じのリプレイの。 僕は思いましたで、えーと、このリプレイに関して視聴者さんから何点か質問もらってるんですけどそのうちの1つ目、まずここあの、ごめんなさい、この味方の戦艦が見つかってるからここでちょっとリスクを取りに行ったっていうことだったんですけれどもこれ多分かなり危険な行動だと思ってるので結論から言うとやめた方がいいと思います。なんでかっていうと,、えー、と戦艦が見られてるリスクと巡洋艦が見られてるリスクってまあ違くってそもそも戦艦が見られてる状態だったら、まあ、遠距離だったら、まあ、まあ最悪なんとかなるんですけど巡洋艦が腹らみ のの状態で見つかってるっててるいうのは最悪、どこから飛んでくるかわからない AP でぶち抜かれたりしてる可能性があるんですね。で、開幕まだあの時敵も見えてない状況だったのでまずどこから戦艦砲が飛んでくるか全くわからない状況だったと思うんですよね。まだモンタナのこっち側のモンタナとかも見えてなかったと思うのでえその状況の中で味方が見られてるからといってヘイトを変わるっていうのは、まあ、かなり危険かつ、うん、てかリ,スキーがリスキーな行動だと思います。味方がまあ仮に いいダメージをもらったとしても戦艦だったら1万か2万程度で済むと思うんですよねで戦艦の1万2万とやっぱ巡洋艦の1万2万全然違うので基本的には、えー、と戦艦のヘイトを変わるために巡洋艦が開幕敵見えてない中で見つかりに行くその敵がどっから弾が飛んでくるか分からない状態でヘイトを肩代わりするっていう状況は基本的にはあまりよろしくないかなと思いますので、えー、下がっちゃってよかったかなと思いますで、えー、と2点目なんですけれども あでも基本的にはあの基本的にこの辺の行動あのすごいなと思ってあ個人的に本当にすごいなと思って見てますでこの魚雷についての、えっと、質問もあったんですけど、えー、っとこの魚雷なんですけどあのもうちょっとちゃんと打った方が良かったかなみたいなことを質問として言われたんですが、まあ、これでいいかなっていうあの、まあ、考えれる範囲では考えた方がいいかなとは思うんですけど、まあ、魚雷なんで、えー、まあ、うん 適当ある程度適当でもいいかなと思います狙いすまして当,たり当てれる人気よりもねあのよく分かんない狙いの方が当たるぐらい時も時々あるので、まああのうん、できる範囲で狙ってあげたらいいかなと思いますで、えー、とこの前の場面ですね、えー、とすいませんちょっとだけ戻しますね ここですね。ここで撃ってるんですが、これあんまり良くないかなと思っていて、なんでかっていうと、一応ここと車線が通るんですよね。で、まあ、スモレスクが前にいるんですよね。で、まあ、あの、ベネチアの、あの、目、目発見距離ってこう、完全に理解して、見つからないっていう自信があるんだったらいいんですよ。例えば、えっ、ー、と、駆逐がこっちに行ってて、ここの線上、駆逐が一石なので、こっちって見えてんのかな、これ。 見えてないね。えっと、ちょっと待ってね。<laughs> ちょっとだけ画面のあれが変わりました。申し訳ないです。えっ、ー、と、これやったらポイント見えるよね。えっ、ー、と、この戦場を、まあ、今、ここで撃ってるんですけどこ、ここで見つかる可能性があるんですよね。で、かつ、えっ、ー、と、スモレンスクの、えっ、ー、と、木木発見距離。あの、スモレンスク自体は木にこもってるんですけど、木にこもってる時も、その、この自分の艦艇が、えっ、ー、と、 発砲ペナルティ、え、木内発砲ペナルティ隠蔽距離っていうのがあると思うんですけど、ベニチアちょっと、ちょっとパッと出てこないんですけど、その辺の距離を完全に把握して、で、ここに駆逐がいないのも分かってて、なおかつ、ここのアマギとの車線がこの島で通らないよっていう3つの確信があれば、撃っていいかなと思うんですね。なんでこの確信がないと撃っちゃいけないかっていうとですね、あの、返しの攻撃が食らう可能性があるのと、モンタナがどこにいるか分からないっていうことで、で、なおかつこの姿勢って結構甘い姿勢だと思うんですよ。仮にここで見つかってたとしたら、多分ここ

反転すするのに天にまず腹見せななきゃいけないけですよねでもどこにいるかわからないモンタナから腹見せたパンチが飛んでくるかもしれないですよね。っていうその姿勢的にはまだ間に合ってない状況で打ってるんですね。だからよほどその自信がある、その隠蔽が保てることに対してよほど自信,自信がある場合には、まあ、打っていいかなと思うんですけれども、えー、そうじゃない場合、もしかしたら見つかるかもしれないなっていう場合の時にはこれは打つべきじゃないと思います。あと仮にバイタルでぶち抜かれなかったとしても、スモレースがここからボコボコ打ってくることが予想されるので、まあ、あの 出してこう、えー、ねえ元に戻るまでに結構削られちゃうじゃないですかまあそのためにスモークを使うんだってまああのスモークなそういうところがあったら、まあ、スモークを使って逃げるんだってまああらかじめ予想してたらまあそれはそれでいいんですけどまずスモークのない鑑定ではやるべきじゃない行動だと僕は思いますでなおかつスモークをここで使うかどうかの判断ですね、えー、ここで天城にポンって打つダメージ で、またスモークに入ったら多分おそらく見えなくなることが予想される。ことに対して、まあ、このスモーク一個一つを使って、クールタイムの長い時間を、えー、待つかどうか。そこのリスクリターンの点秤はかけていいかなと思います。ごめんなさい、あの、ごちゃごちゃになりましたね。整理します。まず、インあの姿勢が完全じゃない状態で打つのは基本的にやめた方がいいです。で、えっ、ー、と、姿勢が完全じゃない状態で打っていい場合っていうのは、まずインペ、打っても見つからないっていう自信がある。 場合もしくは、スモーク等を使ってすぐ隠蔽に入ることができる場合。この2点です。ただし、スモークを使う場合には、えー、とここでスモークを使うことに対してリスク、あリターンがどれぐらいあるかっていうのと、スモークを使う、ただ,ひとただ単純に1個スモークを使って、その後クールタイム結構長いですよね。その期間に使えなくなるデメリットと、そのリターンが合うかどうかっていうのは考えてあげた方がいいかなと思います。 はい。で、もう一つ。えっ、ー、とー、多分見つからないでしょう。ただ、その理解のためには、今回も見つかりませんでした。ただ、それは、スモレンスクとの距離の、えっ、ー、と、ェネィアの隠蔽発見距離、あの、目内ペナルティ発見距離をちゃんと理解しているか。あと、この戦場は駆逐が一枚で、こっちに駆逐がいて、今 C に駆逐が入ってますよね、キャップを。だから、こっち側には駆逐がいない。 っていうところまでちゃんと選挙が見えているかまたこの島はこの天城とのその車線がちゃんと通ってないっていう風にその島と車線の関係を理解できてるかこの3点を理解してる場合にはこの場面で打っていいかなと思います。っていう感じです。はい、えー、長くなりました。じゃあ次いきます。 でこの状況なんですけど、ここはもう、しょうがないですよね。あのー、この方、希望としては、えっ、ー、と、ランダム戦で勝ちを導くために、影響力を出したいということで、そのためのアドバイスを求められていたんですが、えっ、ー、と、正直、ここの場面のベネチアのこの動きはもう正直、これしかできないですよね。あの、外周を抑えることで多分、手一杯で、 それ以上のことはできないと思います仮に、えっと、もうこっち側押されることが予想されるので早めにこっちに援護行きたいんですけどじゃあここ外れてこっちに行ったらってなると多分ここから押されて大変なことになっちゃうんですよね数,数差も取れてるわけじゃないんですよね12345対1234みたいな感じででも駆逐が1個入ってるんで実質1234対1234のバトルなんですよねだからここでまず離れられないっていう状態123だよね えー、なので、ただ、早めに B には行きたいんですよね。だから、仮にここで、えっ、ー、と、戦況に対して影響を出していきたいということであれば、多分分隊員に指示して、えっ、ー、と、こっちに、こっちに行って、引き打ちしてもらえませんかっていう、その分隊員への指示っていうのは結構やった方がいいかなとは思いました。えっ、ー、と、影響力を出したかったらね、多分えっ、ー、とね、ベネツィア単管での行動、はぶこれ以上は無理です。ここはもう、これしかできない。っていうのが、まあ、貧乏くじかなとは思って、 るんですね、やっぱりこのマップループってマップでしたっけのここの外周順位をてたらめちゃくちゃ狭いですよねめちゃくちゃ狭い中で影響力出さなきゃいけないんですけどまあんーしゃあないなっていう感じですね、うん、で一点あともう一個スモークの使い方に関して質問が来てたんですけどここのスモークもったいないかなと思うんですよねなんでかっていうとベネチアのスモークってどういう時に使いたいかっていうと まあ無理やりプッシュして姿勢を変えるとかあとは緊急脱出っていうあのリスクを取りすぎたっ、えー、とのことだと思うんですねまあまあリスクを取りすぎた後のっていうことで、まあ、今回使ったのであったら、まあ、それはそれでいいとは僕は思うんですけれどもまあ基本的にリスクを取りすぎた後の行動っていうのは、まあ、もったいないんですよねだからできるだけ減らした方がよくて なったときに、じゃあ、あそこでスモークを使わさざるを得なくなった状況は何かっていうと、多分一体他の状況を作られて、打ち続けられることが分かったからなんですよね。で、多分その存在はこの島がでっかいんですよね。この島のおかげで味方の,この援護ラインが通らないんですよね。だから、多分あそこでは打つべきじゃなかったっていうのが最善の選択かなとは思います。 最善の選択というか、まあその選選択択かかそで良ったかなと思いますただ、あそこで打ったことによってちょっと削れててモンタナの処理が速くなったっていうのはあるのでまあ、まあ、木を使ったことが悪かったっていうわけではないですけど、まあ、ちょっともったいない木の使い方だったかなっていう感じがしますね。でここからの動きは よくうまくいったなっていう感じなんですけど僕やるの結構怖いんですけどでも多分これしざるを得ないんでしょうねあの多分もう早く B に行かないとどうにもなんないのであのなるべく早くスモレンスクを処理したいんですけどあそこのスモレンスククソ邪魔ですねこれ <laughs> うんあのこの後うまく処理をするんですけれどもよくうまく処理したなっていう感じですはいすご終わったですね単純に うん、C っていうんだったら、ここら辺、分隊員に指示をして、これ、多分 B に直結して向かいすぎなんですよね、だからもうちょっと膨らんでいってくれっていう指示とか、あとこの、このサンダラーか、このサンダラーは、多分 B に行くんじゃなくて、このまま追っかけて、えー、とスモールエィスクを挟んだりとか、あとは天城の処理に行ったりとか、ブリンジシを抑えに行ったりとかっていう方の方が良かったかなとは思うんですけど、まあ、この辺で空母攻撃を受けても、ちょっとどうにもならなかったんですかねこのコンからは多分前に行きすぎですね。 もうちょっと広がってほしかったかなっていう感じで分隊員に指示を出して分隊員の動きを変えることでより影響力を伸ばすことっていうのはできるかなと思いますまあこっちの戦場忙しいんで、まあ、それから的確にその時に僕でしたら僕もできたかって言われたらちょっと怪しいんですけどまあ一応あの後出しじゃんけんで理想論語っております この切るとこの後の魚雷の余計は本当にうまくはまったというか、まあ、うまくいきましたねこれはすごいですねただこれ安定する動きかって言われるとちょっと怪しいのでもうちょっと膨らんでいってもいいかなっていう気はしますけど それこそ、目も回復してたし、デモインのレーダーもあることを考えると、相手がスモークを使っても、デモインが見てくれる可能性もありますしね、まあ、見てくれない可能性もあるんですけど、もうちょっと広がっていってもいいのかなって思ったりはしつつ、まあでも、成功してるからあれでいいのかなって思ったりつつ、ちょっとこの辺難しいですね。あの、なんとも言えないです。ケースバイケースなので、今回はうまくいったので、まあ、このうまくいった経験っていうのは、すごく純粋に、多分、いい経験として残っていくかなと思うので、えー、ナイスチャレンジっていう感じですね。 うん、よくうまくいったなっていう感じ、<laughs> 本当に、ね <laughs> はい。で、このあと1ラインを突破できたので、早く B ラインの方に行きたいんですけど、やっぱちょっと中央位に寄りすぎたんですかね、えー、分単位はちょっとどっちも沈んでしまって、ちょっと苦しい状況という形ですね。えー、キャップも2キャップ取られて、ポイントもちょっと逆転してて、ちょっときついなっていう状況なんですけど、でここから内側に入ってったんですけど、多分これ、ブリンジッシュを見て内側に入ってたと思うんですけど、多分これね、結果から言うと、 多分この時点での判断は難しいところだと思います僕もちょっと内側に行く可能性はちょっとあるんですけどでも多分ねこれ内側じゃなくて外側もしくは、えっと、この後点出しちゃうんですよねここで,で多分点出じゃなくてこの後外側に抜けるでも良かったかなと僕は思いますここですねこの天城を無事やれましてで天城の方を避けた後にこの後右転して下がって ちゃうんですが、これ多分右手にして下がっちゃうことで、後々苦しくなったかなと思います。ここ多分ツッコミ突っ込ん突っ込んだり。あとこのままこっちに抜けてったりっていう。その外周からえっ、えー、と。火力を出すっていう方向に動きを変えた方がまあいいかなとは思いました。この処理はやっぱうまいです。 ライタル狙うときにちゃんと狙ってるし、ここでもう入らないって判断して、ここ AP から H にちゃん、あ、サップ,プか、サップダに切り替えてるあたり、うん、かなり的確にやっぱりちょっとあの使えてるなっていう感じはします。で、このスモークは多分もったいない。このスモークは多分いらないかな。ここで見つかっても撃たれる心配が多分このコンからぐらいなんですよね。多分いらないかなっていう感じはします。 でこのあと右手に入れちゃったんでこの A の島に入るしかないんですけどこの A の島に入る意味ってあんまりないんですよねおそらく現段階で A の島に入るよりも A に入ってくるであろう敵に火力を出せた方が多分いいんですけど島に張り付いたことによってこれ火力1個失っちゃってるんですよねで今ポイントめちゃくちゃここ優勢なんですよねだから多分無理に B を取りに行く必要もなくて多分焦らなきゃいけないのって敵側なんですよ 敵側が絶対押しけけに来なななきゃいけない場面なんですよその時に B のこの島裏張リっていうのはあんまり良くないかなって思いますせめてここからこのまま下がって、えー、とどうにかしてこの辺の敵に火力を出して、えー、と一石落として逃げ切りを狙いたいっていうような戦況なんですよねだからうんちょっとこの辺の最後の動きだけちょっともったいなかったかなっていう感じはしますが。 でこれでちょっと角を決めて突撃しに行くんですけど、うん、ちょっとやっぱもったいないかな突撃しに行くんだったらまだこう後方にここで右手に入れて引き打ちしながら、えー、と一番削れてるこの、まあ、これコンカラーなんでちょっと怪しいんですけどねっていう感じでうまく敵を削り取るっていう方向に行っていればまだ。 良かったのかなーって思ったり。ちょっと、この味方のレイニンの HP がちょっとまだよくわからないですけれども、まあ、仮にちょっと、ま、もうミリで死にかけだって言うんだったらもうこっちでも、この体勢でもいいかなと思うんですけど、多分、ここで集中砲火を受けてるってことは、多分レイニンそこまでなんか、あれなんですよね。多分、あのー、下がってるレイニンよりも、 頭を向けて下がってるレイニンよりも、突撃してるベネチアの方が狙いやすいって敵が判断して多分ここ集中砲火を受けてる図だと思うんですね。っていうことは、レイニーの方がある程度、えっ、ー、と余裕があるんですよ。だったら火力出せるこの船は、えー、下がってあげて、えー、ここで来てる敵一石落とせば多分、あのー、普通に逃げ切りを狙えるポイント差だとは思うんですよね。この時点だと。 うん、この後、徐々にきつくなっていくんですけど、多分このシマフラハジスキここの時点とか結構ポイント差まだありますよね。この時に、えぇ、ー、ヨが出して、この辺の敵によダめが出せてるとよかったかなって感じですね。だからせめて言うんだったら、このスモークを使った時に左手に出して、えー、火力を出しながら下がるっていうことができると、またちょっと変わったかもなーっていう感じはします。ただ、基本的にこの最終局面、 の部分以外で、あんまり悪いところは見つからないです。この人のプレイに関して。C、まあ、ていうんだったら分隊員にもうちょっと命令を出すとか、あと、分隊の力を分散させる。今、A に集中しちゃいましたよね。それをちょっと分散させる方向に頭を使うっていうか、指示を出すっていう方向に、えー、プレイができれば、もうちょっと、あの、分隊員でやった時の勝率が上がってくるかなとは思うんですけど、基本的な操作に関して、えー、この最終局面以外においては、 特にあの悪いところは見つからず、からよくここの1ラインの <laughs> スモーリスク打開したなっていう感じで思いました。えー、そんな感じのリプレイでした、えー。こんな感じでですね、視聴者さんから、えー、次のステップに進むためのアドバイスを、えー、リプレイをもらって動画として投稿しておりますので、えー、もしよければ、えー、僕のディスコードの方にね、個人チャットで連絡をいただければ、えーまあ、ちょっと時間待ちっていうか僕のやる気次第でちょっと待ち時間が長くなったりはするんですけども、 こういう形で、えー、アドバイスをいたしますので、えー、もう一歩自分のプレイを上に行かせたいよ誰か見てもらいたいよっていう人はぜひ僕に、えー、<laughs> いただければと思いますそれではまた次の動画でお会いいたしましょうため、えー、になったよっていう方がいましたらね、えー、チャンネル登録や高評価もしくはあの、えー、同じボス仲間に僕のチャンネルを、えー、宣伝してみてくださいそれではまたバイバイ